どうみさん、こんにちは。4月30日、平成最後、動画撮っていきたいと思います。まあ、今日ね、火曜日なんで、浦和開催、開催初日なんでね、前開催、銀ちゃんが知ったのが、金曜日の最終日だったんで、今日ちょっとね、出走表もらいにね、ちょっと川崎競馬だけ行こうかなと考えております。で、明日ね、関東天気雨っぽいんだよね。だからまあ明日裏分けばいいかどうか、なんかまあ微妙なところなんですけど。まあとりあえずね、馬券だけはね、買いに行きたいかなと考えております。で、昨日ね、やっとね、N ゲージ一人行ってきましたんで、紹介していきたいと思います。で、例によって例のごとく、また中古車両買っちゃったんでね、ご紹介します。今回はね、新品だけの紹介でね、付属品もつけちゃおうかなと考えております。こちらでございます。カットを間違えた。こっちじゃねえ。こっちだ。間違えて中古で買ったやつ出そうとしちゃった。はい、こちらでございます。加藤の、10150-1521、総武線のね、まあ、初の製品化のやつでございます。まあ、今までね、この E2000HK の0番台の総武線って、まあ、加藤が、あ、加藤じゃない、トミックスがね、出してきてて、で、こいつが製品化発表された時に、確か再生産がね、ちょうどされたと思うんですよ。だから多分4ヶ月ぐらい前かな。今年入ったぐらいかなんかで、確か再生産されたんですけど、まあ、去年か一昨年ぐらいに加藤が、なんだっけ、常磐線出してたんで、もしかしたらね、出るのかなと思ってたら、案の定出たんでね。まあ、今回、まだ俺、0番台のね、E2000HK の総武線まだ持ってなかったんで、買っちゃったんでね。まあ、紹介していきたいと思います。まあ、結構 YouTube でもね、紹介されてるんでね。まあ、今更かと思われそうですけど、今更でございます。ではね、行きましょうかね。よいしょ。まあ、一応ね、中身としてはね、まあ、加藤の、従来通りのね、まあ、説明書と、あと、信号変換のね、あれがついてるだけでございます。信号変換とね、列車無線アンテナですね、これ。予備がないんでね、ちょっと失敗したら一巻の終わりというところがございますんでね、ちょっと気をつけたいかなと思います。で、説明書はね、まあやっぱり共通品で、ステッカーはね、まあ結構充実でございます。一応こんな感じ。中央総武線、武蔵小金井、三鷹、中野、西船橋、津田沼、千葉と。なってるんでね、まあ結構ラインナップ的にはね、豊富かなと思いますね。夜限定のあの武蔵小金井行きも入ってるし。また一般的な三鷹、まあ三鷹行きはでも、まあちょくちょくあるし、で中野、西船橋、津田沼、であと千葉行きと、いろいろあるんでね。まあ今209系の総武線が全部運用離脱してるっぽいんでね、まあこいつも残り何本になるか分かりませんが、まあ買っといて損はないかなと思います。でもちょっと一両ずつね、紹介していきましょうかね。よいしょ。ちょっとですね。まず、こっちが1号車、千葉方面の先頭車ですね。クハ E231-15 と。結構ね、いい出来だなと思うんですよね。帯の乱れとかも、まあ、この辺は可動性らしく全然ないし。で、こんな感じ。で、ちゃんと、車椅子ベビーカーも印刷済み。で、上のね、パーツはこんな感じと。で、クーラー関係はね、こんな感じで。まあ、これ、外してみたんですけど。まあすごいのがね、これ、まああの、前回の乗馬戦の時とかはちょっと覚えてないんですけど、まあ一体成型じゃなくて、この、グレーのやつとね、あの、横のやつ分かれるんでね、こんな感じで、こって外せば。で、この辺はね、結構色差しの違いがあるかなと思います。よいしょ。まあ後にね、色差ししたね、完成動画だけは出したいかなと思いますね。で、全面こんな感じ。プロトタイプの、15編成が再現。結構できんね。で、一応、八王子支社の、三つってなんだっけな、ちょっと俺、これ、いまいち覚えてないです。面白いですけど。三鷹だっけな、多分そんな感じがする気がする。すいません。で、次に、2号車の、サハ E231 と。まあ、基本的に、うん、ほとんどの車両ね、出来はいいかなと思いますね。まあ、一応2号車。で、所属表記と車番と。で、反対側もこんな感じ。まあ、この辺に関しては、本当、従来通りの加藤ですね。で、一応、カプラに関してはね、フック付きのカプラなんで、まあ、山手線のホームドア輸送にもね、できるかなっていう感じはしますね。ただ、あの時使われた編成がちょっと何かは俺覚えてないんで、申し訳ないですけど。確か、一時期あれ、三鷹から貸し出しで、確か東京に所属変更されたらしいんで、多分、どっかのネット見てたら、そのうちわかるかなっていう気はしますけど。まあ、とりあえずちょっと今度探しましょうかね。まだ加藤のでもホームダウン編成俺持ってないんですよね。
そして、3号車、4号車のね、模範ユニットが、造形セットなんで、先に5号車になります。まあ、このね、E231系特徴の、6扉車でございます。こんな感じ。15と。で、5号車と。まあ、ちゃんとね、各ドア上のね、この6扉のマークも綺麗に再現されてるんでね。まあ、この辺はさすが6扉車の、あの車両、まあ、結構出してるところあるかなと思うんですね。まあ、横浜線と山手線しか加藤は出てないんですけどね。そして、6号車、7号車のね、左派2台が、造形セットなんで、8、9と、10号車でございます。一応これがね、8号車、モハン E231 の、モーター車でございます。パンタグラフのね、装備車両でもございます。まあ、この辺はさすが加藤ってだけあって、パンタグラフもね、しっかりしてますね。ちょこっと気になるのが、ここちょっとね、一箇所だけね、バリが気になるんですけど、まあ、この辺に関してはね、軽く整えてあげたりすれば大丈夫かなって気がするんで。なんかあったら最悪なんかのスプレー缶かなんかで、まあ塗料塗っちゃってもね、わかんないと思うんで、ね。よいしょ。こんな感じ。この辺はやっぱりさすが加藤って感じですね。ガラスとかにも一切傷ないし。そして、9号車の、モハ E230 と。こんな感じ。反対側もこんな感じ。結構あれだね、こいつにはちょっと室内灯入れてみたいっていうあれがありますけど、どこの室内灯入れようかな。まあ、本当はあの、なんだっけ、港未来線用に室内灯を使っちゃったんでね、あの前回、寝台特急の時に買ったあの自作の。テープ LED 式のやつ。ちょっとどっかで本当に室内灯買いてえな。そして、基本セット最後、10号車、三鷹方面のね、先頭車でございます。こんな感じ。ちゃんとね、このね、ドアの、まずドアじゃない、帯のね、上と下で塗り分けもされてるんでね、各車両。この辺も本当いい出来ですね。一応ちゃんとね、ベビーカー、車ともに入っています。一応ね、ちゃんと全面、ホーム検知装置のやつもね、入っているんで、この辺は本当ね、さすがって感じですね。こんな感じ。この辺は本当に一回色差ししてみたいですね。まあ、加藤のこういう系列の車両は、俺全部は持ってないんですけど、267だっけ？プレミアが付いてる京浜東北線と、で、ここ数年で発売された、常磐線と総武線の209系だけはね、俺持ってるんで、結構ね、本当に今回のやつもね、よくできてるなって感じしますね。6扉車の試作品が結構なんか、発売ギリギリまでなんか塗装ちゃんとできてなかった状態なんで、ちょっと遅れるかとか心配してたんですけど、これに関しては本当に、いざ発売されてみると申し分ないですね。そして次、造形セットいきたいと思います。ちなみに今回はね、尺的に付属品をね、一緒につけちゃうんでね、ステッカーはまた別動画になります。で、造形セットがね、こちらでございます。3号車と、ごめんなさいね、袋いっぱいです。3号車とね、4号車、あと7、8でございます。失礼、6、7でございます。まず3号車のね、モハでございます。この辺はあれなんだね、車両によってちょっとクーラーって違うんだね。初めて知った。本当だ。モハ E230、これか、つまり、造形セットの3号車と4号車だけはなんかクーラーが違うんだね。AU725 で。で、それ以外の車両がなんか AU725A っていうタイプなんだ。この辺もちゃんと作り分けされてるんだ。すごいね。一応こんな感じ。これはあれね、一体成形っぽいね。外れるかどうかわかんないですけど。ちょっと外してみましょうかね。どんな感じになるの。あ、やべ、なんか床板が取れそう。フライホイールの問題点で、ね、床板が簡単に取りやすいところがちょっと難点なんだよね。よいしょ。屋根の裏から押してみて、取れるかどうか。落ちたー！取れたー！なんか一体成形みたいですね、今回のこっちの方は。まあ、これはこれだから、色差しはまとめてできるんで、悪くないですけど。こんな感じ。
高かった。クオリティはいいね。安い割に。安い割にって言ったらいいか。床板取れちゃった。このフライホイールの難点って、ボディから床下外すときにちょっと外れちゃうんですよね。床板とあれが。ちゃんと確認しないといけないんだよね。一応こんな感じかな。で、まあ、パンタグラフに関してはね、まあ、ちょっとやっぱりここ気になるかなって感じですけどね。まあ、この辺は多分全部の品、あの製品がそうでしょうね。はい。よいしょ。そして4号車。よいしょ。一応ね、ユニットでなんかクーラーが作り分けられてるんですね。一応ね、これちゃんとね、弱冷房車も、あれですね。なんていうのかな。印刷済みですね。まあ、さすがだね。なんか結構関東近辺のショップだともう売り切れてるみたいですね。ヨドバシの方も確認したら、基本セットの方は、なんか関東の、まあ、東京とか川崎、横浜、ヨドバシカメラ、全部欠品してるみたいなんでね。そしてこちら、7号車でございます。ごめんなさい、6号車でございます。この辺はね、6号車と7号車に関してはね、車番が違うだけなんでね、軽くの紹介でしておきたいと思います。で、一応最後ね、7号車でございます。こんな感じかな。で、こんな感じ。結構ね、本当に出来はいいかなと思いますね。っていう感じかなと思いますね。まあなんだろうね。どこのショップにまだ残ってるかちょっと俺はわかんないんで申し訳ないですけど。まあ、なんだろう、結構本当にクオリティはいいね。で、あれだね、もし落合にまだボディーパーツとか残ってんなら、ちょっとこれ、ロクトベラ社だけ一式作りたいね、もう一度だけ。なんだっけな。どうやって編成組んでたんだっけな。確かね、サハの一部車両が抜かれてね、モハユニットかなんかだけでね、中間車にね、山手線ぶち込んでたんですよ。ちょっとこれ一度やってみてっていう興味はあるんですけどね。結構これほんといいね。まあ、近々また行ってみましょうかね。来月あたりにでも。まあでも来月はちょっとあれ予算が重なっちゃうから、あれかもしれないけど。まあでも今月はもう引き取りこれだけのはずだし。寝台列車のね、カプラーパーツもね、もう本当に底ついちゃって、全然予備がないんで、一回行ってまた行ってみてけどな。まあそんな感じでございます。ではね、一応ね、付属品の方も取り付けて、今回終わりにしましょうかね。よいしょ。この後ね、中古紹介してから多分ステッカーの貼り付けになるかなと思います。ではね、信号変換と列車無線のね、あれだけつけちゃいましょうかね。尺的にもそれで多分20分弱で終わるかなと思います。雨すげえな。よいしょ。ではね、普通にね、ランナーから取り出していきましょうか。で、これカッターとかでね、切った方がいいんですけど、加藤のね、この場合だけはね、切らなくても、こうやって取れるんで。こういう取り方は本当は良くないかもしれないですけどね。ではね、ここにね、はめていきます。でね、どっちがどっちだったの。いまだにこの名前をちゃんと覚えてないんだよ。やっぱ列車無線ってのだっけ、左側が。説明書。ちょっとね、左側に列車無線ってなんですね。こっちはね、いつも入れてるんで、入れ慣れてるんですけど、やっぱり信号変換だけはね、いつも入れ慣れてるけど、下手くそなんですよね。よいしょ。まあ、こんな感じ。まあ、
加藤はね、本当に結構付属品もつけるの少なくてね、まあモデラーの方からしたら、ちょっと物足りねえなってあるかもしれないですけど、結構ね、それでいて安いっていうのは俺、加藤の強みだと思うんでね、この辺はやっぱり、いいかなと思いますね。信号変換だけぶっ放したら予備がないんで、失敗する確率高いんでね。これだけちゃんとランナーが取れないとか。これだけはね、毎回やってても慣れないんですよね。こんな感じかな。これで大丈夫そうですね。で、これは15車か。あぶねえ。肩太っした。ゆっくりしょ。最近ね、ちょっと肩の調子がね、お昼しかないんですよね。年のせいかもしれないですけど。したら先にめんどくさい方をつけましょうかね。信号変換の方。こっちはね、毎回なんかね、失敗しやすいんですよね。なぜか。まあ、たぶん、形状の問題もあると思いますけど。肩がポッキンって言った。こんな感じですね。まあ、これなら付属品の方はね、取り付け完了なんで、あとはね、ステッカー貼ればいいだけなんでね。まあ、それに関しては別動画でやっていきたいかなと思います。まあ、欲しい方はね、発売されてから、しかもただ木曜日に俺電話来て、ちょっとドタバタしてて月曜日になっちゃったから。あれだけど、まあ、土日混むからね。土日混むと思ったから行かなかったけど、結構昨日も昨日でね、トレス自体混んでたしね。まあ、そんなことは置いといて。まあ、多分発売されてからね、ね、確か先週の木曜日だから、多分4日5日ぐらいも経ってるのかな。まあ、1週間は多分経ってないと思うんですけど。まあ、4日5日ぐらい経ってるんでね、まあ、欲しい方はね、ちょっと早めにいろんな模型ショップ問い合わせてね、在庫あるかどうか確認してみたらいかがでしょうかね。結構本当にね、10両買ってね、2万しなかったんですよね。2万いくらだっけな ?2000 円ぐらいお釣りした多分1万8000いくらかな。俺、早期予約聞いたんで。もしね、本当に欲しい方は早めにね、探してみてはいかがでしょうかという感じでね、終わりにしておきたいと思います。ではね、次にね、中古でまた買ったやつありますんでね、それの紹介していきたいと思いますんで、まあ、気になる方はね、くだらないですが、そちらの方もぜひ見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。